はい、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さて今回使っていくカードはこちら、キングレムリア14。まだでかすぎマジででかすぎて最高だこいつは。まあデュエプレで一番コストがでかいカードですね。キングアトランティスさえもテクノロジー系も抜き、14マナ一番でかいカードとなりました。パワーも14000、でかすぎます。そして効果もド派手。バトルゾーンに出た時、相手のアンタップしてるクリーチャーを全て手札に戻す。自分のね場には干渉しないという。キングアトランティスは全バウンスだったんですけど、まあ、レムリアは自分のクリーチャーは残るというね感じですね。さらに自分のクリーチャーはブロックされないという、もう最強の効果までついてます。トリプルブレーカーですね。深淵より神の存在すら脅かす強大な存在が浮上しようとしていた、その名はレムリアということで、まさに王を殺す、王を殺す、神を殺す王、キングレムリアが出てきてしまったと。まあ、当然ね、アトランティスパイセンもいますよと。まあ、キングレムリアはね、タップされてるクリーチャー戻せないんで、まあ、そこでね、そこを補うのがね、このアトランティスパイセンということで、まあ、パイセンにもね、再び、今まで通り活躍してもらっています。もう王と王のね、最強タッグですよ、もうこれ。めちゃくちゃ強いぞ。2つの王が合わさったら、協力したら、もう倒せない敵はいません。まあ、ただね、マナコストがやっぱり12と、14、重すぎてね、正規召喚はできないので、まあね、テクノロジーで出していきますと、自分のマナゾーンにあるカードが全て水なら唱えるコスト6少なくなるんで、まあ、7マナで打てます。水統一してるあるんだよね、このデッキは。で、手札が10枚になるまでカードを引いて、その後、水のクリーチャー1体を、1枚を自分の手札からバトルゾーンに出すという効果で、まあ、さっきアトランティス出して全バウンスしてから、後からキングレムリアなんかしちゃったらね、アトランティスとレムリアのね、二大共闘が見れる、もう激アツ展開がもしかしたら見れるかもしれません。さらに手札10枚になってるんで、まあ、ルナコスモビュー、グラビティゼロ、手札9枚以上あったら、これ9マナじゃなくて0マナになります。なんてお得なんだ。あまりにもコストを踏み倒しすぎてお得になりすぎているデッキですね。まあやりたいことはまあね、ブレインチャージャーとかラセンチャージャーでマナ加速して、まあ、6ターン目とかには、テクノロジー打って、もうキングアトランティスレムリアで全てを吹き飛ばしてしまうというデッキになっております。もうこれ以外のね枠はね、あと自由枠なんで、あと好みに入れてください。まあ、俺はなんか墓地をなんかいろいろ使ってくるデッキ対策にコンクリオンとか入れてたり、ハルカスとかは単純にドロー強いし、あとサーファーとハルカスが、まあ、リキッドピープルなんですけど、まあ、今回のプロテクト、これね、プロテクト、これがクリスタルパラディンを使用してるんで、まあ、相手はね、俺のハルカスとか、まあ、サーファーを見た時に、あ、これパラディンとか、まあ、ランサーとか、まあ、ツバイランサーが飛んでくるんじゃねえのこれみたいな、やべえんじゃねえのこのデッキみたいな感じの、プレイマットで偽装もねしてあるんで、もう精神攻撃もバッチリかけていくというデッキになっております。それじゃあ王と王の最強タッグ、最強デッキでデュエルしていきましょう。君はキングアトランティスさえも凌駕する2体目の王の伝説を知っているか。知らないというのなら今日今宵この場所で見せてやろう。おいメガネ、貴様は伝説の目へ来ました。メガネ、貴様はな、今日今宵この場所で伝説の目撃者となるんだ。さあそのメガネのレンズの曇りをしっかりと撮って目撃するんだな、このレムリア様の伝説をよ。さて赤黒なんか、赤黒バジルが2枚入っていく、そうですね、まあここはまだいいかな。なんか出てきたらスライダーで戻そう。コンクリオンはなんか墓地に落としてくる系のデッキだった時のために後から出した方がいいな。なるほどなるほど。でこのカードの効果は何だったかな。初めて他のグランドデビルがバトルゾーンでた時カード1枚引く、破壊された時自分はカード1枚捨てる。なるほど、よくないよくないぞ貴様、そんなのは手札に戻してやろう。貴様不平等だとは思わないのか、自分だけカードを1枚だけ引くということは。私にもないとな。やはりカードゲームというのは対等でなければいけない、そうは思わないかね。あー、なんということだ、お前は私のハンドを1枚奪おうとしているということだ。いやこれラセンチャージャーがね、木に引っかかんないんですよね。2コス以下のクリーチャーを手札に戻すんで、まあでもマナカストコができるというだけ素晴らしい。さあこれシールド来るんかな、まあ、シールド来てくれたら来てくれたで全然構わん、私は一向に構わん。あ、呪いとテラーの贈り物、あ、じゃあこれ手札向こう増えちゃうけど、向こうは3枚増えているのにこっちの手札が1枚減ってしまう、なんて不平等なんだ貴様。
許さん、許さんぞ。そんな不平等が王の前に来ました。王の前に通用するとでも言うのか。すいません、キングレムリア様。いや、これテクノロジーで絶対引いてくるんで、レムリア様一旦マナから力をお貸しください。いや、この駅でテクノロ…何？やばいな。あ、でも多分大丈夫ですね。これでキングアトランティスを俺まずは引く。まずアトランティス、もしくはレムリア引く。行くぜ、これが太鼓のテクノロジー。来ました。さあ、キングアトランティス初代王の力を見せてやる。さあ、メガネ、お前にはレムリアまだ早いぜ。手札に帰りな。さらにここでゼロマナルナコズモビュー召喚。なんてお得コンボなんだ。これめちゃくちゃ強くないか。いや、これ12マナ足す9マナ21マナもお得になってしまっている。あ、しかもインビンシブルテクノロジーも、何マナかり6マナ6マナ軽くなってるから27マナもお得になってしまっている。あまりにもお得になりすぎてしまっている。残念だが、てめえの撃滅は出ねえんだな、メガネ。諦めな。俺はテクノロジーからレムリアだ。さあ、メガネの曇りをしっかり取って、目に、脳内に焼き付ける準備はいいか。これが偉大なる、おう、キングレムリア様のお姿ぞ。さあ、バウンスだぜ。悪いな、シールドマン3枚いただかせてもらうわ。なんだ、デモハン、サーファーとかはワンチャン、デモハンぐらい入ってそうだけど、引かないのがこの私。さあ、メガネ進化しろ。王の前に小細工は通用しない。うわぁ、デモハンのキングレムリアに、お前よりによって14番のキングレムリアを、なんたる不景か。そしてお前のドローカード落ちていく。これがバウンスの強さだ。さあ、諦めろ。貴様止めきれんぞ、この2体の攻撃は。さらに私はまだ1枚手札にキングアトランティスを抱えている。また全バウンスしてやるぞ貴様。変な真似をしてみろ。んー、なるほど、グランドデビルが破壊される代わりに犠牲になるのか。んー、なるほど、ブロッカーが2回ブロックできるという作戦か。それは素晴らしいな。だが王の前では無力。破壊はしない、戻してやるだけだ。キングアトランティスの攻撃。いや、二大王の共闘、キングアトランティスとキングレムリア、二大キングの共闘。いや、王と王の、まあ、いわば国と国よ、国と国の同盟。これがね、弱いはずがない。キングアトランティス、キングレムリア、最強タッグ、最強。12マナの王と14マナの王、この2つの王がタッグを組むとどうなるかわかるか。そう、その通り。答えは至ってシンプル、簡単なことだ。来ましたー。そう、2つの王がタッグを組むと来ますのだ。来てしまうのだ。キングアトランティスとキングレムリア、2つの王がタッグを組めば、あのザガン様でさえ一方的にバウンスすることが。何？アナスタシス、誉れキャノンを搭載しているのと、無効のデッキ。おい、光の守護者、てめえのデッキどうなってるんだ。だが、お前はマナに埋めた。そのカードはマナに埋めるべきではなかった。うーん、ブロッカーか、随分消極的じゃないか。攻めてこなくていいのかな。さあ、キングアトランティスはちょっと2枚はさすがに多いので、パイセンには1枚埋まってもらいましょう。来ました。さあ、あまりにも来ましている。さあ、あとはレムリアを待つだけ。テクノロジーも手札に備えております。さあ、向こうはブロッカーを並べてきているから、これアングラークラスターはまだいらないかもしれない。強ない、この手札。このままいいよ、ブレインチャージャーで5マナーか。強い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 。この手札キープして2ターン後にはアトランティスからのコスモビュー、コスモビューができる。お前の盤面を無理してやるぞ。さあ、ブロッカー並べてる場合なのかな、光の守護者ちゃん。お前が守れるもんなんて何一つないんだぜ。さあ、次のターン覚悟しとけよ。おめえはせいぜいクリーチャーいっぱい並べんだな。おい、また再利用させてやるぜ、ヘブンズゲート埋めてら。さあ、どうするんだ、光の守護者ちゃん。何、もう話したしだと、なんということだ。だが関係ない、トリプルブレイクはされるが、キングアトランティスで無に帰して死んだよ貴様。さあ、これがいい、何でも止めてやるよ。ほら、待ってくれ、ちょっと待って、待ってくれ、お前おかしい。サファイア3枚は上振れすぎだろ。お前待て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 、絶対におかしい。やばい、止めきれるわけないだろ。
お前のデッキに今何が起こっているんだ。ありえない。サファイア3体は、ね、おかしいよズルだよ、おかしいよ、待ってくれ。さすがにジン、お前はどうした。いやー、うわー、止めきれなかった。俺の手札は最高だったはずだ。なぜだ、なぜ負けた。6ターンで6ターンで負けることがあるのか。この手札は最強だったはずだ。なぜ6ターンでサワイアが3体も出てるんだ。ありえん、おかしいだろう。キングアトランティス最強、キングレムリア最強。王の名前を持つカードが弱えわけねえんだよ。今回俺は王の力を借りて戦う以上、敗北は許されねえんだよ。来ました。さあ来てしまった、キングレムリアとテクノロジー最強コンボだぜ。お前はこのコンボに耐えきれるか。トリファリオンだと。貴様、生意気に展開してくるつもりのようですね。これはこれは、キングアトランティスとキングレムリアで全てを一掃して差し上げましょう。大量展開されてめちゃくちゃ攻められたら、もしかしたらまずい可能性はあるけど、まあ、大丈夫、全てを無に帰す最強カードをこっちは持っているんだ。いやー、向こうはまだ墓地ないから、コンクリオンは、まあ出せるときに出しちゃおうかな。殴り要因でヘブンズゲートが入っている。ここはですね、まあ、スパイラルゲートスライダー埋めちゃって、コンクリオン一応ちょっと圧をかけるためにちょっと出しておきましょう。ここはもう千のクリーチャーに怯えろ。お前はナチュトラを埋めてブロッカーを出してくる。いや、そんな消極的なプレイで私にはかなわんぞ小娘。何埋めっかな。ブレチャ、ブレチャが後でできるから、ちょっとブレチャ、ブレチャちょっと戻す意味がまんまないからな。ブレチャ残し、ブレチャ、そしておお、これは2つの王が引けたということで素晴らしいですね。キングレムリアでもキングアトランティスでもどちらでもいい。まあまずはキングアトランティスからかな。来ました。さあ2体が出せてしまう。超お得になりすぎてるコンボ。このブレチャーそのまま直で使って、あーブレチャーからのブレチャーか。よし、これ次のターン確実に、ブレチャーをマナに埋めてテクノロジーコンボができる。さあどうすんだ。ヘブンズゲート埋めすぎ問題が発生してる。トリワリオンがやってきた。マナが少なくなって、さあ出す。これすごいことになってない。これ、いや、これキングアトランティスで戻せるぞこれ。ほら、もっと出せよ。ほら、もっと出すのだ。ほら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 、いやー、これ全部出てきちゃうんですね。素晴らしく強いデッキですね。うおー、7体だ、マックスだ。盤面マックスありえるのかこのターン。まだ6ターン目ぐらいだよなこれな。やばすぎる。5ターン目か6ターン目だぞこれ。殴ってくるんだ。殴ってきますか。おー素晴らしいですね。いや、まだ多分 5ターン目ぐらいの盤面じゃねえぞあれ。やばいな。だがこれはどうかな。これが6ターン目の真の盤面。いけ、全部戻せ。王の前に全ては消し飛ぶ。これが王の力だ。さあルナコスモビューもおまけでつけてやろう。貴様、気持ちいい。超気持ちいい。いやー、デュエプルで一番気持ちいい瞬間だよこれは。王で全てを無にキス瞬間、この瞬間がたまらなくて俺はデュエプルやってんだ。おいおい、もっと並べてくださいよ。また戻したトリワリオンの効果使ってくれてもよかったんですよあなた。それじゃあもう一発出してしまいますか。圧かけるためにここは出していきましょう。キングレムリアが2体もまだ私の手札には眠っている。これプレミアムだな。プレミアムアトランティスだからプレミアムレムリア。いやー、2体の王がプレミアムで出てくるの、これは素晴らしいですね。さらにコスモビューのおまけ付きだ。貴様はもう返せない。この盤面を返すためにはどうしたらいいか分かってんの。もうアポカリプスデイでも引くしかないぞ貴様。引けるのかな。お前に王の前で全ては無力、消し飛べ。最強だ。さらに何サークスパイラルか。いやー、でもどこを戻すかな君は。どこなんだい。まあそこだろうね。あとはタダで出せてしまうものと出した時にお得になってしまう。さらにテクノロジーがまだ1枚あるから俺はレムリアを次に出し、勝ちは確実だ。8マナじゃあ取れても、まあ1体か2体。トリワリオン、あ、ブロッカーを引きに来る。だがレムリアの前では無力だ。
しい。あ、引けなかったようだな、お前の望みのブロッカーは。よし、めっちゃ強ない？めちゃくちゃ強い。やっぱ、いや強い、ただでさえ強いキングアトランティス、もうこれだけで完成している。そしてまあキングレムリア、もうこれは問答無用に強い。この強いかける強いはもう最強だ。王と王が交わり、神をも撃破するというね、このキングアトランティスとキングレムリア、デカさは強さだ。キングアトランティス、キングレムリア最強。ありがとうキングたち。